少し見てみましょうか。新しく指導員になったとよ。よろしく頼むわ。よろしくお願いしますね。相談があるっちゃけどよ、区の人からゴミの分別方法やゴミ資源物の出す日を聞かれることが多くてよ。ここは区の人数も多いからですね。それでは、こげら啓発用の看板をゴミセンターで配布しているので使うといいかもしれないですよ。そうやっちゃ、なら今度クレーンセンターにもらいに行くわ。他にタダでもらえるものはないとけ。現場くん、お願い。ゲン、ゴミ出しルールブックと識別ゴミカレンダーがありますよ。ああ、分別方法を確認するならルールブックが一番よね。後ろの方に名前で調べられる一覧もあって便利よね。源丸くんは何ゴミかな。源丸くん、ごめんって。ちなみに、ゴミ出しルールブックと識別ゴミカレンダーは市のホームページからも見れますよ。ちょっと置いてかないで。